7月1日、室尾田口にありますふるさと元気村で蛍の鑑賞会が行われました。皆様を歓迎するかのようにアジサイの花が美しく咲いています。ふるさと元気村ではいろいろな教室があり、それぞれに先生がいらっしゃって楽しい体験ができるようになっています。いよいよ鑑賞会に出発です。あいにく出発直後から雨が降り始めました。でも傘をさして頑張りました。雨の中、けなげに飛んでいるホタル1号を発見。具合に雨も止んでくれました。川岸にはホタルがたくさん光っています。カメラマンの村井さんと2人、この幻想的な光の共演をお届けしようと約2時間悪戦苦闘いたしました。私たちの目の前には数百匹のホタルが乱舞しています。でもお届けできたのはこのような画面です。この美しさはやはり皆様の目でご覧になっていただく以外に方法はないようです。7月8日、宇陀市文化会館かぎろいホールにおいて第6回宇陀市コーラスの集いが開催されました。ただいまより第6回宇陀市コーラスの集いを開演します。緑の丘児童合唱団です。結成は平成2年、
ほとんどが小学6年生で、ただいま団員募集中とのことです。本日の曲目は負けないで、指揮は堂川美佐子、ピアノは衣笠真由。かぎろいコーラスの皆さんです。結成は平成3年、メンバーは28名。味のある響きとハーモニーを醸し出せるようにチャレンジしています。曲目はここに差し上げるパスという人が、指揮上田由紀子、ピアノ吉村奈穂子、大森明美。Thank you.
コーラスアンダンテの皆さんは結成されて約25年、メンバーは15名、仕上げていこうという気持ちが一つになったように思います。曲目は浜千鳥、指揮吉川直子、ピアノ藤村直子。ささなきコーラスの皆さんです。結成は平成2年、平均年齢は75、6歳。全国大会に去年は淡路島、今年は丹波に行かれるそうです。9月9日日曜日にはこのかぎろいホールで緑の丘児童合唱団とのふれあいコンサートを開催されます。曲目はふれあい、指揮は道下美佐子、ピアノは広田さん。Thank you.
ストステージです。大蔵にお住まいの久保純平さん、安子さんご夫妻によるチェロとピアノによるデュオです。曲目は風の谷の直した民族です。風の谷です。ビオレッタの皆さんです。奈良県合唱祭では優秀グループに贈られる合唱祭賞に参加された年から16回連続輝いておられます。悲しみの意味は今年合唱祭賞を受賞された曲です。お聴きください。四季堂下美佐子ピアノ衣笠真由です。
者全員によります合同合唱です。合同合唱の前に代表者どうか美佐子さんのご挨拶がありました。本日はお忙しい中ようこそお越しくださいましてありがとうございました。この宇田市コーラスの集いも6回目を迎えることになりまして本当に嬉しく思っております。これもいつも支えてくださってます地域の皆様のおかげと本当に感謝しております。ありがとうございます。毎年マンネリ化にならないように工夫されておられることなどをお話しされました。大浦にお住まいの久保ご夫妻の方にチェロとコンサートの最後は会場の皆さんと七夕様の大合唱で幕を閉じました。綺麗な歌声は天の川にも届いたでしょうか。